ジュピター。PGM-19 ジュピターである。ジュピターとは、ローマ神話の主神、ユピテルの英語名であり、木星の意でもある。なお、アメリカのロケットとして、同じ、ジュピターの名で呼ばれるものに、レッドストーン SRBM の改良発展型である、ジュピター C、ジュピター C があるが、それとは全く異なるミサイル、ロケットである。ジュピター MRBM は、 レッドストーン短距離弾道ミサイルの後継として、フォン・ブラウンらの設計チームがアメリカ陸軍と共に開発した。アメリカ空軍が開発したソアーミサイルに次いでアメリカで2番目の MRBM である。1957年に最初のテストが行われており、正式番号は SM-78、後に PGM-19 に変更された。 単弾式ロケットであり、水力 66kN を発揮する単一の液体燃料、ロケットエンジンを搭載していた。また、野戦軌道が考慮された移動式ミサイルとして設計されている。射程距離の問題上、ソビエト本土及び東欧諸国を射程に収める関係から、アメリカ国内には配備されず、イタリアとトルコの2カ所の基地に配備された。 1955年9月にフォン・ブラウン博士は先に開発したレッドストーンの設計を拡大した射程1500マイルの液体燃料とケロシン、長射程ミサイルに関するブリーフングをチャールズ・ E ・ウィルソン国防長官に対して行った。1955年12月に陸軍長官と海軍長官は陸上及び海上配備の MRBM を共同で 開発する計画を発表した。それまでアメリカで開発されていた弾道ミサイルとは異なり、ジュピターはアメリカ海軍の艦艇上で容易に扱えるように太く短いミサイルとして設計されていた。海軍は液体燃料ロケットの離小速度が固体燃料ロケットに比べて遅いことに満足せず、また艦艇上での液体燃料の取り扱いに不安を感じた結果、 固体燃料を用いるジュピター S、後のポラリス潜水艦発射弾道ミサイルを独自に開発することとし、1956年11月にジュピター開発計画から脱退した。海軍の脱退にもかかわらず、ジュピターの設計は依然としてずんぐりとした形状のままだった。1956年11月遅くに、 国防総省はすべての陸上配備の長距離ミサイルを米空軍に所属させると決定した。アメリカ陸軍は射程200マイル以下の戦術地対地ミサイルに限って保持が許された。このため、ジュピター弾道ミサイル開発計画は米空軍所管となった。当時のアメリカ空軍はすでに自ら開発したソアー弾道ミサイルを持っており、 より長射程の大陸間弾道ミサイルアトラス。開発中であったため、アメリカ空軍は、ジュピター MRBM に熱心ではなかった。ジュピター MRBM は準軌道と名付けられた、南米リスザルを乗せた、ノーズコーンを搭載して、フロリダ州のケープカナベラルから打ち上げられた。機関時、ノーズコーンのパラシュートは、動作に失敗し、ゴードは、飛行から生還できなかった。 飛行テスト中に送信されていたテレメーターデータによれば、リスザルは発射時の加速度 10G、8分間の無重量、大気圏再突入における1万メートル PH からの 40G の減速を生き抜いた。ノーズコーンはケープカナベラルから飛行距離1302回りの位置に沈み、回収されなかった。もう一つの生物学的飛行テストは1959年5月28日に、 開始された。ジュピター MRBM の AM-18 号機には体重7ポンドのアメリカ生まれの赤毛ザルエーブルの南米リスザルベーカー達タ,タートケープカナベラルから1700マイル離れた大西洋のミサイル演習場に落下した。猿たちは正常な重力の38倍の加速と9分間の無重力に耐えた。16分の飛行の間に 速度は最高で1万メートル ph に達した。エーブルとベーカーを乗せたジュピター MRBM のノーズ高音は着水した後に、米海軍の艦隊公用衛星、海オアッテフマイナス72によって回収された。猿たちは飛行テストを良好な状態で生き延びた。飛行テストから4日後、エーブルは医学的な状態をモニターするために、体内へ挿入されていた電極を取り去るための 外科手術を受けたが、麻酔の反応によって死んだ。ベーカーは、無事に生き延び、1984年11月29日に、アラバマ州ハンツビルのアラバマ宇宙、ロケットセンターで死んだ。ゴード、エーブル、ベーカーは宇宙に送られた多くの猿のうちの3匹で、ある。1958年4月に、 国防総省は最初の3個ジュピター MRBM 中隊をフランスに試験的に配備する計画をアメリカ空軍組へ通知した。しかしながらフランスとアメリカの間の協議は1958年6月に失敗した。フランスの新しい大統領となったシャルルド・ゴールはジュピター MRBM のフランスへの配備受け入れを拒否した。これによってアメリカは イタリアとトルコへのミサイル配備の可能性を探り始めた。すでにアメリカ空軍はイギリスのノッティンガム周辺にソアー MRBM の4個中隊ミサイル60機を配備するがを進めていた。1959年4月、空軍長官は2個ジュピター MRBM 中隊をイタリアに配備する実施命令を空軍に出した。 1961年から1963年まで合計30機のミサイルを持つニコ中隊がイタリア国内の銃のサイトに入り入れた。ミサイルサイトは NATO の戦力としてイタリア空軍の要因によって運用されたが核弾頭の安全装置の制御はアメリカ空軍の人員によって行われた。これらのミサイルはイタリア南部のプリッラダ州にありワインで知られる字や デルコンレによって運用された。1962年、ブルガリアのミグ -17 偵察機が領空侵犯の後にイタリアのジュピター MRBM 発射サイトのうちの一つの近くにあるオリーブの小立に墜落したと報告されている。1959年10月、トルコとアメリカの政府間協定に署名がなされ、3個目で、 最後のジュピター MRBM 中隊の配備が決まった。アメリカとトルコは、NATO の南側面に1個、ジュピター MRBM 中隊を配備するための協定を結んだ。1961年から1963年まで、合計15機のミサイルを持つ1個、ジュピター MRBM 中隊が、トルコのイズミル近くに5カ所の発射サイトに分散して配備され、 米空軍の人員によって運用された。3機のジュピター IRBM の最初の発射は、1962年10月遅くの、キューバ危機の間、トルコ空軍付近の山中にあり、別のサイトが、アッキサル空軍基地であった。ジュピター MRBM が配備された、イタリアの基地において、1961年の10月半ばから1962年8月の間に、 核出力 1.4MT の熱核弾頭を搭載したジュピター MRBM へ4回の落雷があった。いずれの場合でも熱電池は動作し、うち2つのケースにおいて、見え水素、重水素、ブーストガスの安全装置が外れ、核弾頭に注入された。ジュピター MRBM への4回目の落雷の後に、 アメリカ空軍は落雷防護用のイタリアとトルコのすべてのジュピター MRBM のミサイルサイトに配置した。トルコに配備された時点ですでにジュピター MRBM は時代遅れとなっており、ソ連の攻撃には無防備の状態であった。ジョン・カイ・ケネディ大統領は1961年1月に就任するとすぐに全てのジュピター MRBM の退役を命令している。 しかしながら空軍は退役を延期し、一年後に大統領がこれを知り結行したと言われる。その後のキューバ危機の際、アメリカはトルコ配備のジュピター MRBM を交渉材料に用い、トルコのジュピター MRBM を撤去するのと引き換えに、キューバから R-12 を撤去させることに成功る。 すべてのジュピター MRBM は1963年4月までに作戦配備から外された。サターン I 型ロケットの第一弾は1機のジュピター MRBM のロケットエンジンの推進剤タンクに8機のレッドストーン SRBM のロケット推進剤を組み合わせて構成されている。アポロ計画の初期に用いられ10回の打ち上げが行われた。 ハイウォーター計画、人工衛星、ペガサスの打ち上げに使用されている。ジュピター MRBM を改造し、サージャント戦術地帯地ミサイルの開発に用いた小型ロケット、ベイビーサージャントを集合させた上段を追加した4段式、衛星打ち上げロケットで、衛星、宇宙探索機打ち上げロケットとして運用された。 10回の衛星打ち上げに使用され、うち6回が打ち上げに失敗した。受脳通によって打ち上げられた人工衛星は、パイオニア3号、銅4号、エクスプローラー7号、銅8号、銅11号である。ジュピター MRBM のすべての試験発射は、フロリダ州ケープカナベラルにて行われた。46回の試験発射があり、そのうちの一部を以下に示す。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。